赤まかみそうじゃないや。とりあえずソーリー5個買っときました。でも筋トレ1日30分1ヶ月やったら大したもんですよ、ね。そうだよ。じゃあまあ曲はどこだか。ロック。まつげうさんくさ。ビーム売ってる？ビーム。楽しかったら音楽なんで。ね、なんか買わない？タバコ買わない？タバコ買おうよ。タバコタバコタバコ川上タバコ店です。タバコ買おネタ。こんにちはですわ。毎度。はい、毎度ですわ。やってる？やってますわよ。川上様、あ、川上様じゃないや、やべ。お母様のオリジナルタバコですよ。ああ、素手間違えたもんね、今。いいんですのよね。確かに、ね。うん、20個ちょうだい。でも、ああ、これだ。高いやつだ。やった。儲けですわ。隠さなくなってきた。お母様最近何してるんですか。あんま会わなかったですよね最近。何もしてないですね。何もしてないですね。店暇なんですよね。ああ、やっぱそうですよね。うん。あ、でこれ、はい、あのチラシです。明日の11時から大喜利大会やるんで。ああ。来てください。今日これ全部配り終わるのが目標なんですの。だから受け取ってください。違うチラシも。あ、じゃあこのチラシあげるよ。じゃあ。二兆ですか。これ知ってますよこれこれももらってるんだ。こんにちはです。初めましてだ。初めましてですわ。初めましてでしたっけ。あれ違いましたっけ。あんま話してないですね多分。あんま見たことありますね。見かけたことはありますよね。はいはいはい、あのビッグ鈴木と申します。あ、ロゼアナギピンコですわ。どうもピンコのお呼びくださいまし。はい、ピンコさんね、これもピンコさんあげるわ、はい、あ、かわいい、うん、ケーキ。こっちはビッグにあげよう。カークだ、カーク、カーキだ、カーキ。そう、これ会えない人が多すぎる。じゃあ、お母様にあげよう。花、サンキューの花です、サンキューの花。何これ、花お花屋さんでやってるんですねよ。あー、へー、とりあえずソーリー5個買っときました。なんか謝ること前提で前提ですわ。 あるだけ得ですからね。やばい時に使おう。ええ、大事だと思いますわ。あのー、カンワースを40ください、ええ、了解しましたわ。これなんかあれで言ったらいいとかあったんでしたっけ、 ID かなんか。あ、番号だと嬉しいけど、でも大丈夫です。カンワースは分かれるようになってきましたわ、はい、お願いします。まあまあまあ、これでも1ヶ月ぐらいやってるんでね。じゃあベテランス1日30分でしょ。5万。1ヶ月やってるっつっても30分でしょいやまあまあ、でも筋トレ1日30分1ヶ月やったら大したもんですよね。そうだよ、筋トレは、うん、ちょっとちゃうやん。どうしますか正直車屋さんの社長って誰が社長か分かんないですよね、その一般市民から見てたらね。あ、そうだね、うん、でもこんな小汚い格好してたらね、分かんないですよ俺みたいな。でも大川さんと似たような服は着てるから雰囲気は一緒です。お客さん、お客さん、こんにちは。すみません、こんにちは。全然全然お構いなく話続けるんだって今ちょっと思っちゃった。お客さんでしょ、まず大丈夫だってなんか言い具合に切るはずの方がなんか続けるんやと。むっちゃんおしゃべりなんだから。もう全然メカニックトークしといてもらって全然良かったんだから。そんな、いやそんながっつりやった、ね、今日頭動いてないですよね。動いたことはないですけど。あれ動いてなかったっけ。いや動いたことない。ないか、ないんだ。すいません、はい、人の頭がそう簡単に動くとは思えないんで。あ、そうです、そんなわけないです。コラムともさっきあって。ああ、そう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 。だからなんか今なんか進行中なんですよね多分ね。そうですね、完成してないって感じですね曲がね。そうね、そうそう、そこでなんかちょっと喋ってたのが、あのなんかベースちょっともう早打ちに入ってもらっていいかもみたいな。全然その話は私は知らないかなみたいな。あ、そうそうそう、さっき話したとこやから。あ、そうなんですよね。マック様とまだ話してない。マックにはなんかとりあえずベース弾いてほしいっていうことだけ言われてて。わかりましたわ。そうだから、まあ制作途中で、ドラムとギターと鍵盤弾けるんでしたっけ、うん、まあ一応弾けるけど、うんうんうん、あの言われたものは弾ける。まだ作るのはまだまだ時間がかかりそうって感じだから。はい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 、はい、っていう感じですよね。なるほどなるほど、了解です。だからペース入った方が加速すると思うので、なんかもうタイミングが合う
時にでも適当に声かけてもらえたらっていう。わかりました。うんかーまー曲はできたかー。あやばいや、ちょうど曲はできたかって無線でマック様に。あ、マックいんの今。今ちょうどタラちゃん様とお話ししてますわね。タラちゃんか。鼻、その話早いの。曲はできてないんですけど。あ、そうなの。ちょっとなんかあったか、新しいひらめきか。あ、でも、分かんないかな、どうなんだろうな。こういうの、こういう歌詞にしたいなみたいのは今のところ浮かんでますわね。聞こうか聞こうかって言ってる、どうしよう、どうしよう。マック呼ぼうや、ほんな。せっかく、なんか、タラちゃん様なんかお時間あるようだから、もし、フラム様も時間あれば4人で合わせますか。そう、どう、フラムさんいるか。まあ、曲は進まなくても一回合わせてみるのも大事ですもんね。なんかどういう感じの曲になりそうなんですか、ジャンル的に。ロックですわね。ロック。でもそんなゴリゴリのロックというかは、まあ、私が歌うから、その、うん、ガールズバンド的なロックですわよ。結構緩めのロックだと思いますわよ。なるほど。どうなんだろう、キャッチーな感じの。キャッチーなのかな。そうやな、一回聴いてみた方がまつげうさんくさいいかもな。なんでそのさ、途中に挟むんです、そのまつげうさんくさって。で今歌詞を、まあ、大体作ってるみたいな。そう、歌詞を作ってる。メロディーは、まあ、コードはもう決まってて、ははははっていう感じです。あ、ほんならもうだいぶとまつげうさんくさい。そんならほとんどなんでまつげうさんくさい、あの間に挟むんですね。やめてくださいましよ、そのなんか間に入れればバレないだろうな、みたいなさ、全然バレてますからね、心の声。やめてくださいましよ。あ、いない。なんか、なるほど。フラム様起きてないっぽいですわね。じゃあ、あれかな、一旦解散かな。そうするか。そうしよっかな。フラム様が街にいないみたいだから、一回解散しようってことになりましたわね。おお、そうなの。ちょっとなんかもう寝ちゃったっぽいですわ。タラちゃんが聞かせたのか。まだ聞かせてないですわ。またフラム様がいるときに、またその全員で合わせてやろうねっていうお話になりましたわね、今。あ、そうですか。曲もまだ進んでないから、ちょっとその時までに目標を決めてちょっと頑張ります。あんまりまあ無理しなくてもいいよ。まあそのあれだろう、あんまり乗り気じゃないか今。もう一回お願いしますわ。焦らず やれみたいな、そんな感じだったと思う。絶対そんなこと言ってなかったと思うけど。ふんちゃん、まあ今ちょうどお前タラちゃんがお前目の前にいるんだからさ。おう、やる、よかった。やるのやるんですの。わが、おい時間開けてもいいの、別に開けてもいいけど、まあそんな前からのな、みんながまあ会える日なんてなかなかないと思うから、まあ別に気持ちだけど、どこか遊び行きたいか。行きます。じゃあ気分までじゃ行くから、タラちゃんだ。了解ですわ。おいっいるいるし。ドゥンさんはまだ熱心にやったか。やってるよ。もうな、ピンちゃんのドゥンさんが前演歌作ってたな。聞きましたわ。お疲れ様です。あの、くんちゃん、アドバイスしてあげなさい。あれ、動いてる。あれ、頭動いてる。そりゃそうよ、頭が動かへん日なんてあるわけあれへんやんか。カツラだからな。誰がカツラや、誰や今言った。フラムさん、ちょっとなんだけど、まあ、ダンサーもドラムできるか。で、やんな、プツプツプツできません。あれからどう変わったの。歌詞考えてますよね。歌詞か、難しいよな。なんか全部こっぱずかしくなっちゃうから、どうしようかなって思っててピンとくるものがないですわ。前向きはではあるんですけどね、気持ちは。おお、そうなんだ。まあ別にね、さっきヒロさんとかに言ったけど、まあ自分のあの気が向いた時にやるのがな。で、あまり無理してあの急いだったとな。そうですね。大体の時にやるという熱量は大事なんだけど。まあ煮詰まったらまあ何にも考えられないってなったらな、あの B ちゃんなんてお前そうだよ。 B ちゃんお前初めに曲を作りますって言って意気込んでたんだけど、それを確かもう3ヶ月前ぐらいだ。うん、そこから音沙汰がありません。なあ。まあでもそういうもんですよね。ああ、そういうもんですよ、ね、そうですわ。オッケー、大丈夫です。あと
私は大丈夫ですわ。マックさんも大丈夫かしら。あ、本当に大丈夫。よかったですわ。え、どうします？まずじゃあマック様と私2人で。はい、お願いします。サビだけ。サビをやってみるの？サビだけでもお聞かせしてみます。え、雰囲気ちょっと見せてみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。いつか慣れるかな、誰かに寄り添える人に。いつかなりたいな、誰かに愛される人に。まあ、こういう感じのずっと繰り返される感じ、そうそんな感じですわ。めっちゃいいじゃないですか。でも全然決まってなくて、歌詞もこんなの。ここまで決まってたらもうちょっともうペッペッペッってやったらもうズンベロ棒にポンやわ。ペッペッですな。すぐまあなんか歌詞っていろんな作り方あるからさ、兄弟のテーマを決めてそこでワードを集めてバッてつなげるのもよし、感覚とかなんかこう歌いやすい語呂で、例えばね、ジャポネのさ、スズンオールスターズとかのさ、人とかなんかはまずめちゃくちゃ適当に自分がこう一番歌いやすい気持ちいい音、あいうえお、和音までの中でもう適当に歌うのよ。でそこに逆にそこを単語化していくみたいなんであったりとか、そんな作り方もあるし、もうなんかもう自由ですよ。もう何でもいいと思いますよ。なるほどね。一回じゃあちょっとその自由っていうのをさ感じるために遊んでみるか。いいんじゃない。遊ぶ。A の音とかでなんかわーってなんか遊べる。 A の音。私がなんかちょっと空間を引き出そうじゃ。ギターで。よかった。 OK。 キンちゃんはもっとあの抜ける音出すじゃんの。シンセサイザーみたいな。シンセサイザー了解ですわ。笑ってます。いやちょっとなんか全然それっぽいのなくて。何でもいいですよ。もう一番おもろいでいいですよ。もう一番おもろいねえよ。もうおもろくなっちゃってるじゃないですか。それはおもろなってきた。それ、短いな、すごい。あ、でもいい。最初そんなんでいいんですよ。でもなんかこういうのとか例えばその発想をまあその膨らますじゃないから間違えたって言うんだよ。そう、全然間違えたっていい。うん、楽しいか。難しい。難しいですわ。でも、合わせていただけて楽しいですわ。今歌詞の話を進行しようとしてんやったっけ。メロディーなんやったっけ。歌詞、まあ一応メロディーはみたいな、まあ、変えてもいいなとは思ってるけど、どうしようかな。そこも含めてわかんないですわ。どこまで決め打ちしていけばいいのか、もう正直に何が良くてみたいなのもわかんなくなってきてますわ、今のところ考えすぎて。あ、全然大丈夫。もう楽しかったらもう何でもいいから。楽しかったら音楽なんで。
誰かに愛される人に曲になるよ。本当ですの？ありがとうございますわ、うん、絶対なる絶対なる。ちょイントロめっちゃ好きやわ。ドビドゥビンダインダンみたいなやつ。そう、あのピンちゃん考えたメロディなんだよ。マジ？かなりアレンジしていただいてますけど。そうですわ。この枠組みをまあでも作っちゃってどうだ、ピンちゃん。やりたくなるじゃないか。なんて言いました今。枠組みをな作りすぎると、逆にその縛りみたいなのがあるから、まあ本当メロディーがな出てくればいいんだけどな、先でそっちの方がこっちも変われるから。まあでも難しいよな、全パートをいじってないとパートのメロディーってやっぱ出てきにくいからね。この前このサビっていうのがもともと A メロディーだったんだけど、うんうん、このサビにしようって言ってもちょっと一回ひっくり返っちゃったんだよ。まあ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 、そうなんですね。でも、うん、なんかね、そうね、なんかデモみたいなんを一個作ってしまえば、あと、ピンコさんが思う音っていうのをもう鍵盤で表現してくれていいので、なんかこういうニュアンスでみたいなのを継ぎ足しといてもらえたら、我々がそれ聞いたら自分なりにアレンジで消化できるかなっていう感じかな。でそれがちょっとあの、ちょっと出てこないっす、わかんないんでっていうのは至って普通なので、それでも全然よくて、その場合はうちらが弾いてるものに対してなんかもうちょっと攻めっ気が欲しいとか、もうちょっとこう伸びやかな音で言ってほしいとか、もうちょっとあのガッと刻んでほしいみたいなとか、ここ決め作りたいですみたいなとかあっても面白いし、まだその、うん、だから多分アウトプットがまだ本当に下手なんだと思うんです。わかるわかる。素材の量も足りないと思うんですの。全然普通です。至って普通なので大丈夫です。まあまたにするか。またにする。いやでもわしすごい聞けてめちゃくちゃ有意義やったよ。本当ですの。うん、よかった。面白い面白い。よかった。よし、じゃあ戻るよ。戻るか。ありがとうございましたわ。ちょっと時間はかかるかもしれないし、すごい牛歩だと思うんですけど、全然お付き合いいただければ嬉しいですわ。まあ本当に長い目で見て、まあ違うこともタラちゃんいっぱいいろいろあるから、うん、なんぼでも、私がまた誘うよ何かで。うん、オッケーオッケー。すいません、ありがとうございますわ。ゆっくりやとは思いますけど、もう、ゆっくりよピンちゃん。自分で考えたいこともたくさんだろうから、まあ、タラちゃんがまあこうやって聞かしておくことも大事だからな。うん、そうそうそう、マジでマジで大事。クロムさんまだお前来てしまうとまたなんか進捗がなかった時が困るだろお前。確かにそれはそうかもしれないですわ。まあでもタラちゃん、あのこの前長い目で見てあげて。うん、全然大丈夫よ。ありがとうございますわ。このそんなに早くできると私も思ってないから、えー、全然大丈夫。
いや、いいなぁ。真正面からがっついて向き合ったら、案外ね、めっちゃ疲れるけど、なんだかんだその分ね、勝手にできてたりするんで。そうですよね。全然大丈夫、大丈夫。いいなぁ、楽しみだなぁ、めちゃくちゃ。よかった、そう言っていただけて嬉しいですわ、私は。本当に。これ、まつげまだついてんの？ついてんのか。まつげ？いいなぁ。ええ。ありがとうございますわ。おい、ではまたね。うん、ありがとう、超楽しかった。よかった。またね、応援してまーす。自転車？また自転車じゃない？なんかあの人なんか最近ずっと自転車乗ってますよね。